横浜国際プールは、神奈川県横浜市都筑区にある、横浜市営の国際企画の水泳用プールである。1998年に完成し、神奈川、夢国体会場として使用された。公募で決定された愛称は、ウォーター ARENA、ウォーターアリーナ。プールなどの水泳施設のほかに、屋内競技のための体育室や、テニスコート、緑地などもある。また、 当施設は個人利用のためにも開放されているほか、映画やテレビ番組などの撮影にも利用されている。指定管理者は2011年4月1日から公益財団法人横浜市スポーツ協会、ナミスポーツ株式会社、統立グループ JV となっている。また2011年より BJ リーグの横浜 B コルセアーズの試合会場として、 B リーグ初年度の2016から17シーズンからは、ホームアリーナとして使用される。メインアリーナは、夏季はメインプールダイビングプールとして使用され、冬季は床転換が行われスポーツフロアとして使用される。観客席は約4000席。メインプール50メートル25メートルの国際公認された屋内温水プール。飛び込みを除いた。 水泳競技全般を行うことができる。競泳の大会の際には長水路として行われることが多く、この際は重コースである。短水路として使用されることもある。また、可動床を採用しており、深さが0メートルから3.5メートルまで変更できる。ダイビングプール25メートル25メートル5メートルの国際公認プール。飛び込み台の高さは10メートル、7.5メートル。 5メートルの3種類、飛び板の高さは3メートル、1メートルの2種類。き込み競技で使用されることが多いが、スキューバダイビングやアーティスティックスイミングの教室や大会が開かれたり、競泳のアップ会場として使われることもある。原則として個人利用はできない。スポーツエリア陶器はプールを閉じて、約90メートル、約37メートルのスポーツフロアになり、 バスケットボールやテニス、フットサルなどの競技が行われる。個人利用の例としては、テニスコート。大会利用の例としては、テニスコートで5面、バレーボールバスケットボールフットサルコートで4面、バドミントンコートで20面分などがある。横浜ビーコルセアーズのホームアリーナレギュラーシーズン中にはおよそ8割の試合を、この横浜国際プールで行っている。 観客席は2階に約4000席。1階に仮置き客席を置くことで5000人にも対応可能となる。50メートル8コースの屋内温水プール。年間を通してプールとしてのみの使用。可動壁を用いて25メートルプール2面としても使用できる。入り口側半面はメインプールと同様、可動床となっており、水深0.3メートルから3.5メートルまで。 設定できる。電光掲示板側反面は固定床で、水深は2.5メートルである。観客席は約360席。リラクゼーションプールやサウナも存在する。第1期シリーズ第18は、ヒコムプールの悪霊の作成協力土曜日に限り、小学生、中学生、高校生は、生徒証またはそれに準ずるものを提示した場合、 利用料金が免除となる。公開空知、保全料口を含む横浜市指定管理者一覧、YouTube 2013年1月6日、横浜 VS2、e、型ダイジェスト YouTube 2014年3月30日、横浜 VS2、e、型ダイジェスト AB、個人利用案内横浜国際プール、web.archive.org2019 年11月9日、閲覧。 ありがとうございます。